フィギュアスケート、ロンバルディア杯、十15日、第3日、イタリア・ベルガモ、男子フリー。ショートプログラム、SP、デニー発信した24年世界選手権銀メダルの鍵山優馬、21イコールオリエンタルバイオ、中京大、は、フリー192、86点の合計291、54点で今季初戦を2位で終えた。アップテンポな雨草、アメクサ、 の曲調に合わせ軽快な滑りを披露冒頭の4回転フリップでは右手を氷についたものの、その後の4回転サルコウや、4回転トーループシングルオイラー3回転サルコウなどの連続ジャンプなど、すべてのジャンプを着氷させてまとめた。目標の300点には届かなかったが、今季初戦ながら高い表現力を見せつけ、 演技後には同国出身のカロリナ・コストナーコーチと抱擁する場面もあった。昨季限りで長きにわたり日本を牽引してきた宇野昌馬さんが現役を引退。チームジャパンの中で自身の立ち位置にもわずかな変化があった。嫌でも試合に出れば注目される立場にいる、と自覚。先月、三浦義夫や佐藤俊らと参加したイタリア合宿では、 アスリートとして、人間としてもしっかりとした行動ができるように頑張りたい。目標に向かって一つ一つの成績を残して、良いパフォーマンスができるように頑張っていきたい、と力を込めていた。今季は26年ミラノ・コルティナ・ダンベッツ五輪のプレシーズン。今回のパリ五輪では北京五輪の団体銀メダル授与式に出席し、金メダルへの思いは一層強まった。 北京が銀だった分パリのセレモニーの時にみんなで、次は金取りたいね、と話していて。みんなも気持ちが仕上がっていると思いますし、いろいろな強いメンバーがいる中での出場権の競い合いになると思うので、そこで負けないように、もうとにかく必死に頑張りたい。ミラノの頂点を見据えた鍵山のシーズンが始まった。